いよいよ明日だね。何がですか？来週、夜銀河鉄道で大活躍した貴婦人さんこと C57 の1号機さんが、この鉄道で臨時列車を引っ張るんですよ。へえ、それは楽しみですね。ああ、待ち遠しいよ。面白いことないかな。そうですね。あら、誰か来たみたいですよ。そう、貴婦人さん、着きましたよ。とは、ここまでありがとうな。EF81 ちゃん、久しぶり。先輩、お久しぶりです。え、貴婦人さんですか？先輩、どこにいたのですか？ははは、少し長すぎた昼寝をしてしまってな。ところで、山口号客車は？あの客車なら、俺の後ろでうずかめてますよ。先輩と同じように、絶賛お昼寝中ですね。こらこら、先輩はあまりいじるんじゃないよ、お兄ちゃん。その名前だけはやめてくださいよ。あはははは。さて、久しぶりに走るかな。そういえば、客車はどうするんですか？山口号客車は、今は休車状態です。客車を持ってきました。おお、待っていたぞ。え、あ、久しぶりですが、C56 の165号機さん。久しぶりね、12系客車くん。夜銀河鉄道で急遽導入したそうですよ。まあ、なんで鉄道模型の僕らがプラレールとして出てるの？仕方ないよ、夜銀河鉄道模型物語でも最近になって本編に出れるかわからなくなってきたから。だからってなんでここで会話させるのかな。さて、それでは連結しましょうか。そうだな。連結完了、それじゃあ行ってくるよ。行っちゃいましたね。だがまあこれで、オイラたち、蒸気機関車も暇じゃなくなったな。5年ぐらい前の、あの盛んだった頃に少しずつな。このタイミングで、変な話をしないでくれ。ああ、本当に懐かしいわ。それじゃあ、行きますか。よし来た、出発進行。うおっちょ、もう少しゆっくりと。